ベコモチベコモチは和菓子の一つ。北海道から東北地方の一部で5月の単語の節句に食べられる。他の地方における柏餅もちのような位置づけの岩江菓子である。青森県下北地方では、江戸時代後期からクジラ餅が伝統的な晴れ食の一つであったが、時代の変遷に伴う社会的、経済的要因による食生活の変化からクジラ餅を 晴れ食として扱う慣習は薄れてゆく。1978年の米消費拡大活動の推進を背景に、大間町、奥土地区の農業改良普及院と緑、生活改善グループによって名称と作り方がアレンジされたベコこ餅として復活した。佐渡地方で根半壊に備える痩せゴマとの関連が指摘されている。クジラ餅の頃は、 黒砂糖を混ぜた餅と味付けのない白い餅を使った日食が基本であり、模様は渦巻きもしくは束ね模様のシンプルなものだった。しかし、1980年代以降、黒砂糖では甘みとコクが強すぎるため、粉末コーヒーやココアが代わりに使用されるようになり、白い餅に白砂糖を入れることで甘みが加えられるようになった。さらに、べこ餅と呼ばれるようになった頃から、 赤色や黄色、緑色などの色がつくようになり、キャラクター模様も一般化した。北海道地方では、道南地域を中心に、主に5月の単語の節句の際に食べられることが多い。その由来は、山形県の郷土菓子のクジラ餅が北海道で独自に進化して、独特のこの葉型になったと言われている説があるが、定かではない。現在も道南地域の一部では、ベコ餅を、 クジラ餅と呼んでいる地域がある。名前の由来も白と黒の配色がホルスタインの色を連想させることから牛を意味するベコを用いたという説、黒糖を混ぜた部分がべッの色合いに近いことからべッコ餅となったという説、米粉と砂糖を主な原材料として作っていたことから米ー餅と呼ばれていた説など諸説ある。材料は白玉子もしくは上、新子と 片栗粉、砂糖、黒砂糖、水である。基本的な作り方は以下の通り、ありがとうございます。